実は今日この子の誕生日なんです。うん、8歳になりました。あら、そうだったんだ。おめでとう。少しくらい待ちなさい。だったらさ、ジンに連れて行ってもらえば？え、彼に？わーい、ジンと一緒にお出かけだね。ん？怎么了？怎么了？桜井さんもたまにはいいでしょ。あ、でも大丈夫よ。彼こう見えてもしっかりしてるわ。わかりました。よろしくお願いします。ジン、よろしくね。買い物するの？不太明白你在说什么。总之，不能忘了买冰激凌。那稍微有点远，我们慢慢走吧。有点贵啊，不过也没有其他的了。啊，フライパンも買うんだ。うちで料理するんだね。
虽然拿回去有点重，但这样就可以自己做饭了。100日元三本，算便宜的吧。冰淇淋好吃吗？もしかしてジンも欲しいの？じゃあ一口だけあげるよ。はい、あーん。不用了。说起来，这个给你，喜欢的话拿去用。哎，那你可能呢都我也稍微学了点日语。私にも書いてってことかな。これでいいのかな。
祝你生日快乐，艾米。あ、もしかして誕生日だから。わあ、ありがとうジン、こんな可愛いノートくれて。うん、私大切にするよ。誕生日プレゼントだね。好，难得是你生日，晚饭我来做吧。え、ジンってお料理できるの？不知道吧，我做饭可是专业的。我们回来了。おかえり。って、お、何この荷物。あのね、今日はジンが晩ご飯作ってくれるんだって。え、彼が？そうだよ、ほら見て、ご飯作るって、これ彼が書いたの？うん、このノートもジンにもらったの。それよりお姉ちゃんも出かけるんじゃなかったの？あ、そうだ、お給料貯金しに行かないと。じゃあちょっと行ってくる。行ってらっしゃい。好，那开始准备吧。这样就差不多了吧。なんか台所っぽくなったね。好，那开始做饭了。
说，别一直看着我呀。すごいね、ジンって。本物のコックさんみたい。这些谁都能做了。ケーキも食べないとね。うん、エミ、お誕生日おめでとう。ありがとう。で、お姉ちゃんも一緒に食べよう。エミ、生日快乐。果然听不懂啊。あ、これ使って。8歳、おめでとう。生日快乐。